5月の三冠挑戦者決定戦では川田が勝ちました。そしてなんといっても川田は過去22戦してこのチャンピオンの小橋に負けたことがありません。俺を倒してからチャンピオンと認めてやる、そう常日頃川田は小橋に対して敵意をむき出しにしています。さあその小橋が川田を倒して真のチャンピオンとなることができるんでしょうか。バックになった、ジャーマンだ、投げ捨てだ、どうだ川田。さあこれも危険な角度で落ちました。いやー今のもかなり危険、本当にね斜めに突き刺さったみたいな形で入ってましたからね。そうでしたね、川田は十分な受け身が取れませんでした。さあそしてその川田を強引に引きずり起こそうという小橋です。あーしかしダメージが大きすぎて川田も自ら立てません。さらにバックに回ってもう一発打ってくるかもしれません。あっとドラゴンスープレックスの体勢だ。さあ打っていくか、ジャーマンだ、ジャーマン。今宵2発目チャンピオンのジャーマンスープレックス。さあ小橋ここが攻め時、書き入れ時だ。そしてボディスラムから、おお、ギロチンか、ギロチンドロップ。そして何を持ってくるか、拳を握った。さあ川田これを受けてみろ、ムーンサルトプレス。さあ防衛になったか、小橋健太まだ川田からスリーカウントを奪えません。果たして小橋は川田を下すことができるのか。もちろん60分使い切って、おっとラリアットをかわした、ラリアットが、あっと腕を取った、巻き投げ一戦。そして嬉しきだ、これがありました。チャンピオンピンチ、あのゲイリーオブライトを仕留めた川田の嬉しき逆十字、小橋ピンチです。スイングするチャレンジャーの川田、ベルトをもぎ取るか、入り直しました。小橋ピンチだ、小橋どうなんだ。最大のピンチ、ロープに足がかかりました。いやーこれは最大の山場でした。いやー本当ですね。今この放送実況担当している私も汗をびっしょりかいてしまいました。だけど今のはもう完全にいい角度に入ってるんですけどね、しかも2回目入り直した時には完全に入りました、はい、決まりました。小橋よく耐えました。しかしこれが三冠ベルトを取って、あー腕を回した、ラリアット壊している。そしてラリアット、脇がダメだ。あーしかしこれもロープに逃れました。しかしもう一回リングの中央で脇固めに入った、これはかなりの角度です。小橋耐えられるのか。小橋の左腕とともに三冠ベルトを奪い取るのか川田俊明。奪い取れば1年7ヶ月ぶり、おっと小橋ローリングした、前転してエスケープ、そしてエンディングに。いや本当これ今攻められてた人間が、すぐ技を返していくんですよね。そうですね、これはね本当にもう精神力だけしかないですよね、はい、しかもピンチを逃れただけではなくて必ず相手に一矢を報いて、ね、エスケープするという。あー岩盤蹴り、あー10月12日愛知県体育館ではこの顔面蹴りでゲイリーオブライトを下しました川田俊明。その顔面蹴りが今45分を超えて小橋に炸裂しました。もちろん60分時間を使い切って勝敗がつかなければ小橋の2度目の防衛ということになります。おっ指を1本突き立てたチャレンジャーの川田、何を持ってくるか、顔面蹴り、50分経過、ここで50分、残り試合時間は10分です。
残り試合時間は10分、顔面蹴りが炸裂しました。顔面蹴り、顔面蹴りヒット。さあチャンピオンの小橋への声援が大きくなりました。小橋がエプロンサイドから赤コーナー、チャンピオンコーナーにエスケープしますが、十分なバックスイングからキック、小橋戻ってきた。なんだこの男は。チャンピオンの小橋戻ってきました。サイドのヘッドロック川田です。そしてあ、チャンピオンの小橋がクオンナフルメリソンだ。いやだけど今あんだけダメージがあった、あんだけスピードで戻ってくれるって戻ってきました。不思議ですよ ね、 本当にね。そしておっとクロスのチョップ、そして何を持ってくる小橋、ラリアット円髄だ。そしてもう一発か、もう一発か。三冠を守るか、川田から初勝利をもぎ取るか。小橋タイガースプレックス。さあ小橋カバーするか、カバーしろ小橋、カバーだ、ここでカバー。ベルトを守るか、川田から勝ち星をもぎ取るか。残り試合時間は10分を切っています。今年最後の三冠統一ヘビー級選手権試合、96ジャイアントシリーズ最終戦、小橋は未だかつて川田から勝ち星を挙げたことはありません。その川田を相手に防衛戦を戦っている2度目の防衛戦、小橋健太。こちらが川田、今カバーに入った。タイガースープレックスからのカバー、さあ2つ、これでも決まりません。この2人は去年の1月19日大阪で60分時間切れ引き分けを演じています。シングルでの60分時間切れ引き分けでした。それに続いて60分では2人の戦いは終わらないのか。バックを取った小橋、あっと持ち上がらない、持ち上がりません。カーダもこらえるが、引っこ抜くか、引っこ抜くか。小橋三冠へ向けて引っこ抜くか、蹴っていく。チャンピオンが、チャンピオンが蹴る。チャレンジャーヨロヨロ、ラリアット左腕カバーに入った。カウントはカウントは2。さあこれはチャンピオンも疲労困憊でしょうが、ベルトを守るためには大技が必要です。バックを取った、三冠ベルトを守ったか。ハイキック、ラリアット体を見せた。あーしかし小橋がカバーできません。小橋がカバーできない。小橋がジャーマンを放てば川田がすぐさま起き上がってハイキック、そして今度は小橋がラリアット。勝利の女神は果たしてどちらに微笑むんでしょうか。そしてどちらに非常になりきれるんでしょうか。巻き起こる小橋コール、日本武道館。小橋がようやくフラフラになりながらカバーに入りました。ベルトを守ったか、川田から、あーっと3カウント入りません。ここでスリーパーホールドに入りました。落とせコールが巻き起こります。今年の初め三沢が持っていた三冠ベルト、それを5月に田植えが、そして7月に小橋が奪いました。そして10月、今年6回目の、そして今年最後の三冠戦です。もう残り試合時間は10分を切っています。チャンピオンはオレンジ色のショートタイツ小橋。おっとこれはエースクラッシャーのような形です。まだ一度もシングルで勝ったことのない川田を相手に小橋健太が2度目の防衛戦に挑んでいます。55分が経過しました。残り試合時間は5分です。残り試合時間は5分。さあここでムーンサルトプレスか。川田が追いすがる青コーナー、川田踏みつけ、チャレンジャーを踏みつける足蹴にいたしました小橋。チャンピオンの小橋です。そして小橋がとどめの握り拳を握るんでしょうか。
川田を破るか、俺を破ってからチャンピオンとして認めてやる、そう語っていた川田を破るか小橋。ニュートラルコーナーにもたれかかるチャンピオンです。こちらが小橋健太、29歳、史上最年少の全日本プロレス3冠チャンピオン。浴びせるようにしてチョップ、そしてキックは川田、一方小橋、あーっとスピンキック、スピンキック、スピンキック、顎の先端にヒー。残り試合時間は5分を切っています。ここで申し上げておきます、60分時間切れ、引き分けなら小橋の防衛です。しかし小橋には川田に勝って防衛しないと意味がありません。川田が青コーナーから2ドロップ、ダイビングに、ダイビングに、しかし川田も膝を押さえています。片指に固めました。カウントは2。あー、しかし過去3つの引き分けがあります両者。95年は3試合全てが引き分けでした。今年に入ってからの2試合はいずれも川田が勝っています。そして小橋はトータルで22戦して川田に勝ったことはありません。川田に勝った試しはありません。バックを取った、フルネルソンの体勢だ、チャレンジャーの川田。チャンピオンの小橋バックを取られた、ドラゴンスープレックスか、何を持ってくる。残り時間3分だ。これは一進一退、かかと落とし、川田バックを取った、バックを取った、バックを取った、3冠へ向けてドラゴンスープレックス。おお、あーっと小橋立ち上がったが後ろへ崩れました。さあ残り試合時間は3分を切っている。引き分けならば小橋の防衛です。チャレンジャーの川田が小橋を小股に挟んだ、パワーボムか、ベルトへ向けて、2回目のベルトへ向けて。あー、しかし小橋こらえます。残り試合時間3分を切った。ハイキック、ハイキックです。青コーナーに持たれるチャンピオン、強引に連れ戻すチャレンジャー川田。さあ川田、川田がパワーボムだ、川田がパワーボム、チャンピオングロッキー、ここで食ったら危ない。小橋風前の灯火であります。残り時間2分だ。残り試合時間2分、小橋耐えます。持ち上がりません、持ち上がりません。あっと、いやー、桃田さん力があります。いや本当に力ありますね。ただやはり小橋ファンとしては小橋に勝って防衛してほしいですからね。そうですね、引き分けならば小橋は防衛です。チャンピオンをベルトを保持したまま今年を超えるということになります。越年ということになりますが、小橋にとっては個人的にはそれでは意味がありません。川田に勝ちたい、先輩の川田に勝ちたい、いつも川田の後ろ姿を見てきました。強世代軍でも後ろを見てきた川田俊明、3年前にたもとを分かってからもそれはいささかも変わったことはありません。残り試合時間1分でノーザンライトスープレックス。さあホールド、北斗七星に夢を託しましたがこれも返されました。ノーザンライトスープレックスホールド、北斗原爆固め小橋健太。残り試合時間は60秒を切っています。もう一度か、ネックブリーカーから佐藤さん抑え込み、初勝利はこんなにも遠いのか。残り時間20秒、小橋時間がないの、時間がない、小橋時間がない、カウントはカウント、残り時間10秒、小橋勝って防衛してくれ、頼む小橋、ああ、60分時間切れ引き分け。本日のメインイベント三冠ヘビー級選手権試合小橋健太、勝負は60分時間切れ引き分け、見事防衛しましたが
60分時間切れ引き分け。川田からシングル初勝利を奪うことはできませんでした。